はい皆さんこんにちは r ク c 専任講師森田隆二ですそれではただやまり不動産鑑定試験森田隆二の経済会計時事解説第六回目の講義ですね開始させていただきますよろしくお願いいたします はいえー、本日ですね第6回目ということなんですけど、えー、まず、ね、画面の方を、えー、見ていきますが第6回目といたしましてはですね、えー、北朝鮮リスクととと金融市場ということで、えー、あります、まあ、最近あの北朝鮮の、ね、問題が、まあ、テレビなんかも見てテレビを見ていてもですね、まあ、あっちゃこっちゃで取り上げられてるということで世間的な関心もありますしそしてマーケットに及ぼす影響っていうのもねかなり大きいかなというふうに思いますので、まあ、本日ですね、えーこの 経済会計時事解説でもね扱、えー、わせていただきました、えー。それでは本日の構成ということでありますが、えー、まず一つ目なんですけども北朝鮮リスクで市場が揺れた理由ということですね。あのー、まあ北朝鮮というまあ国はですね結構ミサイルをね、えー、撃ったりだとか、えー、あるいはですね、うん、まあ核実験だとかまあそういうのを頻繁にやっている国なんですけどもまあ今回というふうに言ってしまいますが8月にはね、えー、マーケットが 揺揺れれたたんですよねね金融市場が特に揺れました、ねまあ、今まで例えばミサイルを撃つだとか核実験やるだとか、まあ、それなりにもちろんマーケットは反応するわけなんですけどもまあまたかというような感じでですねまあ、結構、うん、落ち着いた動きを見せるわけなんですけども今回のまあ8月の北朝鮮リスクではですねかなりマーケットも動いていると後ほどちょっと見ますけどね具体的な数字をね、まあ、かなり動いているということでなぜ今回に関してはですねこれだけマーケットが半分するのかというところですね、お話できたらなというふうに思ってますね。 嘿。<laughs> でそれからまあ次なんですけども、北朝鮮のミサイルと日本のミサイル防衛システムということでありまして、ですね、まあ、北朝鮮のミサイルってどういったものがあるのかなと、そして北朝鮮のミサイルがですね、まあ、例えば日本にめがけて撃ってこられた場合、ですね、まあ、日本は何をするのかなということで、あのまあ、防衛システム、日本は、ね、ミサイル防衛システムを持ってますんで、まあ、迎撃っていうのを、ね、やるわけなんですけども、まあ、どういう、ね、迎撃の態勢を日本は取ってるのかと、そして北朝鮮 北朝鮮はどんなミサイルを持っているのかと、まあ、そんなのを、ねえー、簡単にまとめて、えー、いこうかと思っております、えー、それから3つ目なんですけども北朝鮮リスクの金融市場への影響ということで、まあ、どんな影響がです、ね、マーケットに及ぶのかということですね。 まあ今までミサイルを撃つ核実験をするということでもですね、あまりマーケットはそれほど反応しなかったということなんですけども今回に関しては違うとそして今回、まあ、グアムに、ね、撃つというふうに、まあ、グアムというか、まあ、グアム近海に撃つということを言ってますので、まあ、それもし撃った場合ですね、えー、おそらく撃つでしょうけども、まあ、どんな影響が、ね、マーケットに出てくるのかと、まあ、そんなところを、ね、ちょっとお話できたらなというふうに思っております。では、 えい、ー、一,一個いこうきますけれども、えー、北朝鮮リスクが高まるということで、えー、まあ8月の8日ですね、えー、北朝鮮が核爆、えー、核弾頭小型化成功ということで、まあ最大でね60発保有してんじゃないのと、まあいうことがワシントンポストで報じられたんですね。まあこの辺りからですね、まあマーケットが、えー、結構反応したしたかなということですね。まあ核弾頭、えー、60発も持ってるのと、しかも小型化成功してんのかと、やっぱり小型化が成功しないとですね、アメリカ やっぱりこのアメリカにこうまだまだミサイルの技術だったらグアムには届くわけなんですけどもあのアメリカ本土、まあ、例えばワシントンにです、ね、届くかっていったら今の北朝鮮の技術は無理だということなんですけども今北朝鮮はです、ね、急激にです、ね、技術を上げてますからまあ本当に近い将来恐、まあ、らく2年ぐらいかなというふうに思ってたんですけども2年どころかもっと早くねアメリカに届いちゃうワシントンに届いちゃうというそういった技術がね今はあのだんだん着実に手に入れてるということですからまあアメリカとして も危機感が高まっている中、最大です、ね、核弾頭それが60発しかも小型化されたものが60発保有しているということでこれはアメリカもそろそろやばいんじゃないのかとほんまいう、ね、危機感が、まあ、アメリカで広がってきたということなんですよね。 で一方でですね、9日になりますけれども、えー、グアム周辺へ中距離弾道ミサイル発射検討ということで、まあ、朝鮮中央通信社がですね、報じてるんですよね、えー、検討してますよと、グアム周辺、ミサイル飛ばしますよと、まあ、そういうことを検討しているということを、まあ、朝鮮中,中央通信社がね、えー、述べたということで、まあ、これもね、またマーケットを動揺させたかなと、まあ、主にこの北朝鮮リスクというふうに今回、私、申し上げましたけれども、まあ、主にこの2つですね。この2つ がね、やっぱりマーケットを、えーまあ、動揺させたのかなとマーケットが動いた理由っていうのはこの2つなのかなというふうに思ってるんですけどね。 ではえー、っとその次なんですけれども、要、えー、人発言ということで、まあ、アメリカの偉い人ですね、まあ、どんな発言をしているのかということで、まあ、基本的には、ねまあ、トランプさんは、まあ、かなり強気な態度で出てくるということで、えーまあ、北朝鮮に対してね、えーまあ、結構強い発言をするわけなんですけれども、まあ、例えばですね、まあ、いろんな発言されてるんですけども、例えばということで、えー、もしグアムなど、えー、米領土や同盟国に何かすれば、心からすぐに後悔するだろう。 ということで、まあ、かなり、ね、威圧的な態度を示しているということで、まあ、あの方はねもともとそういう発言する方ですから、えー、それはそれでいいんですけども、まあ、そういうふうな、ねえーまあ、対話と圧力という言葉がばが、えー、まあ国防、外交にはそういった言葉があるわけなんですけども、対話と圧力というのであれば、圧力の方をを、ね、前面に出す、えー、そういった発言をトランプさんはされていると。 一方でマティスさんですねマティス国防長官はどういう発言をしたのかというとですね北朝鮮の体制の終わりや国民の滅亡につながる行動を中止するべきだとえ北朝鮮の体制の終わりについてね言及したということでこのマティスさんという方はですね、まあ、従来、安全保障の現実を見据えた発言が多かった方なんでの終わり北朝鮮の体制の終わりについてですね述べたということで、まあ、かなりね、まあ、本気モードをアメリカ 出してるということで、これも、ね、結構、ね、動揺を与えた一つなのかなという,ふうに思っているんですよね。現実的なあの話をしてきたマティスさんが、まあ、北朝鮮の体制ですね、北朝鮮としては、ね、体制が終わるということはもちろん望んでないわけですから、えー、そのことを言ってきていると、しかも国防長官が言ってきているということで、まあ、これも、ね、結構ねあの、まあ、マーケットが反応する材料になったのかなというふうに思ってますけどね。まあ、ちなみにマティスさんはです、ね、狂、ま、犬、あ、強権マッドドッグというふうに言われておりましてです、ね、まあ、すごいんですよ。 あの本当根っからの軍人で22歳からまあ軍隊に入ってやってるということでまあ軍隊のトップをえ、ね、極めた方ですけども。 偉くなっても前線に突入してです、ね、マシンガンで撃ちまくるみたいなね偉くなってもそういうことをやってるということでもう本当に、えーまあ、軍隊の中でもね、えー、すごくまあ尊敬されてる方ですし、えー、あるいはあの方って、うんまあ、結婚されてないということでね家族がいないということだと思うんですけどもあのクリスマスの時期なんかね進んでねもう部下とかに休みを取らせるために進んでなんかクリスマスにも出勤するということをしたり 逆に日本人の感覚だったら、ね、あの上司がクリスマスに出てきたら部下もあのクリスマスに出ざるをえないというような、ね、感じがしますけどもそこはアメリカなんでしょうね、えー、上司がクリスマスに出てです、ね、それ部下に休みを取らせるということで、えー、そういったことをされ,てるというされたということで、まあえーそのえー、軍,軍の内外,からも、ね、内外からも非常に尊敬を集めている方ということなんですけどもそれがマティスさんと。 でテ,ィラソンティラーソンさんの発言もありまして、ねまあ、14日になるわけなんですけども、マティスさんとそれからティラーソン国務長官という方がいらっしゃるんですけども、この方が連名でですね、ウォール・ストリート・ジャーナルというね、まあ、アメリカのまあ経済誌の中で、まあ、最高峰の経済誌があるわけなんですけども、まあそちらにですね、連名で寄稿したと。 対話と圧力、対話の準備もあるよというね北朝鮮に対話というところも示すというねそういった、ね、道を北朝鮮に示したということで、まあ、これで一旦ねちょっとマーケットが穏やかになったかなということですね、まあ、ちょっと安心感が出てきたと、まあ、あの対話と圧力ということ先ほども申し上げましたけど圧力でかなり言ってたかなというふうに思いますけどこう対話という、ね、選択肢も出してきたということで、まあ、あのそれに対して、えー、ですね あちょっとと、大丈夫そうかなと今までその圧力の方がちょっと前面に、ね、目立ってたところがありますのでこれ大丈夫かなとちょっとひょっとしたらひょっとするんじゃないのということだったんで、えーまあ、例えばマーケットなんかもですね、結構売りが安全審査の買いが増えてたと、えー、いうことだったんですけども、まあ、ちょっとこれでねひょっとしたら大丈夫かなというふうになったわけですよね。 まあ、ちなみにです、ね、このティーラーソンさんという方は、ね、あの国,国務長官という方なんですけどもあのエクソンモービルのトップだった方なんですよね、えー、ビジネスマンとして初めてですよ国務長官になるのはだからそれだけでもなんかあの、えー、国務長官にビジネスマン出身がなるのみたいな、ねえー、そういったことで世界は結構びっくりしたという方なんですけども、まあ、エクソンモービルといったらです、ね、本当にもう世界最大の、ねえーまあ、石油会社と とということでもう全世界にです、ねうん、子会社関連会社があってもう本当にすごい影響力の大きい、ね、企業ですからあー、まあ、そのトップを、ね、やられた方ということで、まあ、駆け引きとか、ね、そういうのは、まあ、かえってうまいのかも分かりませんけどが、まあ、そういう方が、まあ、ティラソンさんであるとではちょっと話を戻しますけどが、まあ、こういう発言がありましたと。 でまあ、金融市場が荒れた、揺れたわけなんですけれども、じゃあどう、具体的に、ね、どういうふうに揺れたんですかというとです、ね、こんな感じですね、えー、日経平均株価、一時、えー、8月8日だったんですけども、335円安ということですよね、えー、前日比で言いますと、257円安ということで、えーまあ、1.3%も、ね、前日比でいうと、まあ、落ちちゃったということで、まあ、これもね、非常にまあ衝撃的ですよね。 まあ今、日本経済、まあ、あるいは世界経済、はっきり言っていいんですよ、まあ、ついこの間出た数字でいうと、ですね、GDP ですね、四半期の GDP が出たんですけども、今、四半期に1回、GDP を出してるんですけどね、えー、四半期に一っ出したこの間の GDP は、確かね、年率換算すると4%ですよ、上昇がね。 今、非常にいいと、まあ、私、おそらくまあ今年、今年度のね2018の GDP なんかひょっとしたらひょっとするんじゃないのかなと、つまり2%上昇するのかなというふうにも思ってるんですけども、まあ、多くの方は1.8だとか、そういうこと言ってるのかもわかりませんが、まあ、ひょっとしたら2%見えてきているところまで今あるということで、非常に日本経済いいんですよね。あるいは、うんまあ、個々の企業で言いますとね、2018年の3月期の決算、まあ、見込みなんですけども、5社に1社は最高益出すというふうにまあ見込みで出てるんですよ。まあ えましてね非常に今、日本経済がいいとそういった中335円もね一時下がっちゃうと、えー、終値で言うと257円も日経平均株価が下がっているということで、まあ、非常にですねまあ落ち込んだこれはもう北朝鮮のリスクが原因ということでね、えー、経済がいい中ここまで落ち込むっていうのはねやっぱりね北朝鮮のリスクっていうのがまあ投資家の方々に与えたインパクトというのは相当大きかったということなんでしょうね。 でえーまあ、日経平均株価は5月31日以来、2か月半ぶりの安値ということであります。まあ、あの先ほどちょっと、ね、確認してきましたけれども、まあ、今、お昼に収録してるんですけどね、えー、1万9756円という、ね、日経平均株価がついてまして、まあ一旦ちょっと落ち着きを取り戻してるんですけども、ひょっとしたらひょっとすると、私は思ってるんですよね、1万9000円切っちゃう可能性もありますね、これね、北朝鮮の出方次第では、1万9000円切っちゃうかなというところまで来てるかなというふうに思うんですけどね。まあ、ちょっと どういう出方を取るのかというのは、まあ、世界の投資家がですね、まあえー、非常に注目をしているところなんでしょうけども、えー、出方次第ではですねさらに下落ということは全然あり得るかなと。でこっちもね心配ですよね、一時1 8円台ということで、まあ、円高進行ということなんですけども、あのー、今、大体ちょこれはちょっと今チェックしなかったんですけど多分110円ぐらいだと思うんですけどね、あのーえー、円相場ね。 まあ110円ぐらいで推移しているということでそれがねもう一時ねこの108円までいってますからね。 まあこれはね結構ね2円の円高っていうのは結構大きいですよ。でまあ先ほどね私申し上げましたけどもあのー、2018年のね、えー、3月期の決算まあこれはもちろん見込みなわけですけど私今2017年の8月の半ばに話しますからもちろん見込みなんですけどもまあ5社に1社が最高益かなということなんですがまあその5社に1社の最高益これの前提はですねやっぱり円安ということなんですよね。まあ100だい,たいソテカーセレートだいたい円とかそれぐらででやってるんでしょうけども、えー ですからまあ想定為替レートが108円とかそれぐらいの前提でね多くの企業はあまあ利益の数字それを見ててでまあ、2018年の3月期には、うん、まあ5社2社が最高益ということだと思うんでこれが、ね、108円台をさらにねもっとねあの 108円台を超えてさらなる円高になったらねこれ最高益って話はね飛んじゃいますね、はっきり言って105円、103円、101円とかそれぐらいまで出てくるとですね5社、2社の最高益というのはもうないのかなというふうふに思いますのでやっ円相場次第というところは結構ありますよね。ですから まあ株価の行方、これも大切なんですけど、やっぱりこの、まあ、GDP、えー、あるいは企業の業績、えー、というのを判断する際には、ですねやっぱり円相場あ、そこが大切になってくると、やっぱりねあの、これも後ほど述べようかなというふうに思ってるんですけども、有事の時の円というふうに言いましてね、なんかこう、世界的にリスクが高まると、まあ、投資家というのはリスク回避行動を取りますからあ、リスクがない資産であると見なされてる円を買っちゃうんですよね。ででですすすからから何があるととねの、まあの時の円いうふうに言うんですけど なんかがあるとですねね円がすすすごく買われちゃうんですよ、ね、でよから、円が買われる、円が足りなくなって円高になっちゃうということで、だからまあ北朝鮮リスクがですね本当にもう、すごくすごい勢いで費用をついたら、ですね、まあ、結構な円高になっちゃうかなということで、まあ、そこが日本,経済日本経済に及ぼす、ね、懸念材料の一つですよね。 でえー、とまあ日経平均4営業日で続落していると、もう4日連続落ちちゃったということで、合計で、ね、日経平均株価が500円超落ちちゃったということですね、まあついこの間なんかね2万円超えてたわけですよ、ついこの間日経平均株価が2万円超えてたわけなんですけど、先ほど私申し上げましたけど、1万9756円ですから、先ほどの私がチェックしたね日経平均株価は、まあ、つまりまあ2万切っちゃったということで、だからもうやっぱりこのき 北朝鮮のリスクね、うん、どこまでこうね、えー、まあそのリスクがあ,あの大きくなって爆発するのかと、そこをまあ、うん、中々まあ投資やってる方はあ見る必要があるのかなというふうに思いますけどね。 でこれが日本ということなんですけれども、一方でアメリカはどうでしょうかということで、まあ、8月10日の数字を私持ってきましたけれどもえ、ダウ平均株価ですね、これは前日比204ドル安ということで、まあ、1%近くですね、下落してしまいましたということでえ、この200ドル超の下落っていうのは、ほぼ3ヶ月ぶりということでね、まあ、これもね、やっぱりね、アメリカ経済も、えー、やっぱりね、リスクにかなり敏感になってるのかなと、やっぱり投資家の方はね、今ちょっとリスクに敏感になってるんじゃないですかね。まあ、私の,この 経済、会計時事解説でも取り上げましたけども、まあ、トランプさんというね、えーまあ、ある意味すごい方がですね、まあ、大統領になったと、えー、ヒラリークリントン・クリントンさんがね、やっぱり大方の予想だったと思うんですよ、でそういうまあトランプさんのようなあ、そういった方がですね、大統領になったっていうのもサプライズ、まあ、ふあのびっくりしたことでしょうし、まあ、あるいは去年の話でね、私、この間も取り上げましたけども、イギリスのね、まあ、EU 離脱っていうのがね、出てきたっていうのは去年の話なんですけども、やっぱりもう世界でですね、<laughs> リスクがが高高まままっっててる、まあ、不確実性が高まってますよねだから何が起こるか分かんねえぞこの世の中というふうに投資家の方々は今敏感になっててで北朝鮮とアメリカおそらく戦争はないけどもいや,いやちょっとでも、うん、ちょっとひょっとしたらひょっとするぐらいもなとじゃあちょっと、うんまあ、そろそろ分かんないからあ安全な資産の円でも買っておこうかなと株を売っとこうかなと、まあ、そういった流れになってるわけですよね。だからティラーソンさんと あのマティスさんがね連名でウォール・ストリート・ジャーナルにね寄稿したということで対話という道もね出してきたということであれでまあ一旦ねまあちょったん株価が落ちるという方向性にストップがかかってねそのリバウンドということで値を戻してますけどもまあこれもどうなるかわかんないですよね北朝鮮次第ということですからねですからまあマーケットの方々は本当に。こう やっぱりリスクに特にちょっと敏感になってるのかなと最近続いてますからね、えー、去年やっぱりサプライズが続きましたからねだからひょっとするとひょっとするかもしれないという動きがあ以前よりも増している可能性があるのかなというふうに思ってるんですけどね。 では、えー、っとその次なんですけども、えー、これまでと異なる市場の反応ということでどうしてですね、まあ、これまで、えー、今までいっぱい売ってたじゃないかとミサイル実験いっぱいやってたじゃないかとついこの間夜中にやったじゃないかとそれでもあまりマーケット反応しなかったですよねとどうしてかということですね今回はすごくマーケットが安応しているどうしてかということなんですけどもちょっと振り返っていきます。えー、7月日日なんでででですすすけども北朝鮮ですねね弾道ミサイル発射とということで、えー、この時たったっ、ね、経平均 株価やっぱりあのリスク回避の動きを取りますんでやっぱり日経平均株価は下がります、下がりますけどたった23円なんですよ。で、なぜかというとまたかといった感じなんですよね。 あのー、もうしょっちゅうやってますから、こ、まあ、今年に入っても10回以上やってるんじゃないですかね、もう結構やってると、頻繁にやってるということで、まあ、やっぱり私なんかもまたかというような感じがし,しなくもないですけれども、まあ、やっぱり多くの、ね、投資家の方々なんかも、まあ、その辺分かってますんで、あまた打ったのねということなんですよね、しかし今回は違うと。じゃあ、何が違うのかなっていうと、今回、市場が揺れた理由ということでえ、グアムがやっぱり名指しされるっていうのがね、大きいですよね。 アメリカ近辺にですね、落とされちゃうっていう、まあ、それがね、まあ、実際問題問題として生じてきたということですねだから、まあ、技術的にはねそのあ中あの、北朝鮮のミサイルっていうのは、まあ、結構その飛距離も伸ばしてきてるしということで、まあ、アメリカは、まあ、グアムには届くということではあるんでしょうけれども、実際に名指ししてきたということでね、これはやっぱり、まあ、それは1つの衝撃ということなんですよね。 で3つあるんですけど、次です、2つ目、え北朝鮮ですね、これ、ICBM ですね、次のページで私、詳しく述べますけど、ICBM を、まあ、一応、成功させてるってことなんですよね、まあ、大陸間弾道ミサイルというふうに言うんですけども、それが、まあ、あ手に入ってると、ではこの ICBM っていうのは距離がありましてね、大陸間をこう横断できるという、まあ、ミサイルでありますから、距離があるんですよ、え今のえ北朝鮮の技術だったらちょっと無理なんですけども、これ、ワシントンにいずれ届いちゃうってことですね、この ICBM でね。 で核弾頭が小型化されているということですからこの ICBM の頭にですねその核弾頭を、ね、乗っけてですねそれでワシントンをがけて撃っちゃうってことが、まあ、近い将来できちゃうということなんですね今はねおそらく届かないですよ。 今の北朝鮮の,あの技術では ICBM はワシントンには届かないということでしょうけども、まあ、この勢いで言うとですねかなりもう技術つけてますからねこの勢いで言うと、まあ、結構その近い将来、えー、届くんじゃないのかとアメリカ本土に届いちゃうということですからねグアムに届くというのとやっぱりもう,こうあのわけが違うということでやっぱりこう、うん、危機的状況が、うん、結構近いぞという認識に変わってきたということですねまだアメリカとしてはね。 まだだ大丈夫だろうううというふうに思ってたんですよねでもここまで来たかということで結構その時期は近いかなということですね。まあ、アメリカとしてもね、まあ、こんなこと言ったら不謹慎かもしれませんけど北朝鮮のような国があるとですねアメリカの軍需産業がですね栄えるんですよね。まあ、ロッキード・マーティンであるだとかいろんなアメリカに軍需産業がありますから、まあ、そんなところのね例えば、うん、戦闘機だとかミサイルだとか非常にまあ高額で売られてますからねでそれを日本が買う、えー、韓国が買うっていうことですから、えーまあ、非常にね、えー、北朝鮮のような 国があるとですねそういった武器とか兵器が売れるわけですからねある意味ねだからまあそういった国があった方がまあ、そういうあの経済にとって経済は潤うというところがあるんですけどだけどワシントンにですねミサイルが届くとなったら、えー、話は別ってことですよね えー、それからですね3つ目なんですけどもトランプ政権運営行き詰まり得点稼ぎで手荒な行動かというふうにこれ書いておきましたけどもあのロシアゲートっていうのがありますよね、まあ、ロシアゲートっていうのは何,何かっていうと、まあ、トランプさんとですね、まあ、ロシアが裏で通じてですね何か悪いことをしちゃってんじゃないかと企んでるんじゃないのかとこれがロシアゲートということで,でそれがありますんでねうんトランプさんがひょっとしたら弾劾裁判って言ってですねあのクビになっちゃうかもしれないと、まあ、そういったところまで結構起きてるわけなんですよね。 ですからまあトランプさんとしてもまあここでですねまあ、ちょっと政権運営うまくいってないなとここでちょっと得点稼いでおきたいなと北朝鮮こうねきっちりと叩けばですねよくやったということでまあトランプさんの人気がこう上がってきますからねまあ先ほど申し上げましたけど今、アメリカ経済非常にいいんですけどもただねトランプさんのおかげでよくなっているって誰一人、まあ、誰一人って言ったら怒られちゃいますけど多くの方々は思ってないんですよねトランプさんのおかげでアメリカ経済良くなったっていうねいそれは多くの方は思ってないということでだからそのトランプさんが大統領になって まあそんなに得点を稼いでないのかなとうう私は判断してるんですけどもでロシアゲートのようなことがあるということでありますから、まあ、したがってですねトランプさんとしてはね点稼ぎたいなとじゃあ、ここで北朝鮮の問題で点稼ぐを解こうかなということで、まあ、手荒な行動に出る可能性があるということでだからねこれね。 ちょっと字が小さくなってしまったんですけどもキム・ジョンウン委員長この方は何をするかわからないこれはもう世界の恐らく共通認識でしょうけどもしかしながら一方でトランプ大統領も何するかわからないということでこのダブルのリスクですよね。 金正恩員長、まあ、彼もん何するんだろうということで、まあ、世界の方々はね注目しているということなんでしょうけども、まあ、一方で、ね、トランプさんも、えー、怖い方ですからね、怖い方というかもう何するか分からない方ですから、まあ、そういった意味では、ね、やっぱりトランプリスクというのもあるわけなんですよね。 だからヒラリー・クリントンさんであれば、まあ、っとうな、多くの方が予想するような、ですま、ね、っとうな対処,を対処の仕方っていうのを選ぶでしょうということなんですけども。 まあどううななのかかとこういうこといこですよねねトランプさんは、ね、だから、まあ、投資家の方なんかは、ね、ちょっとひょっとしたらトランキム・ジョンウンという方もよくわからんとそしてトランプさんという方もちょっとど,あのどういうことをとる,るのかわからんということで、まあ、不確実性高いなということで、まあ、今の状況だと円が結構、買われる、ね、状況にあるのかなというふうに私なんか思ってるんですけどね。 では、えー、その次なんですけども、えー、北朝鮮のミサイルですね、ここをちょっとおさらいしておきますけども、えー、私、ちょっとエクセルでね、えー、作っておきましたけども、ミサイル、いろいろあるんですよね、えーまあ、短距離弾道ミサイルっていうのが、まあ、1000キロメートル以下なんですけど、スカッドなんスカッドっていう、ねえー、ふうに言われてるんですけども、そんなの、北朝鮮を。 お持ちだとそれから、準中距離ミサイル中距離弾道ミサイルですね、まあ、これは1000キロ以上で、えー、それで1000キロを超えてです、ね、3000キロメートル程度ということで、まあ、ノドンとかテポドン1とか北極星2とか、まあ、そういったやつですね、そしてまあ中距離弾道ミサイルで3000から5500キロメートル程度ということで、ムスダン火星12ということで、この火星12ですね、まあ、今回ね、 あのー、あれですよ、えー、グアムに飛ばすというのは、この火星中に、ですね火星中に中距離弾道ミサイルを飛ばすということで、まあ、だから私、ちょっとね、えー、赤文字で書いておきますけれども、これをまあおそらく飛ばしてくると、で飛ばす際にね、日本もちろん、あの日本の空を越え,越えるわけですからね、まあ日本にとっても非常に、まあ、うんまあ大きな影響というかね、えー、日本ももちろん関わってくることですね、この火星中には日本の上空を飛ぶわけですからね。 でえー、それから、先ほど ICBM というふうに申し上げましたけれども、大陸間弾道ミサイルというふうに言いましてね、これはもう非常に飛距離が長いと、5500キロメートル以上ということで、これ、7月のいつでしたっけ、28日でしたっけね、まあ、飛ばしましてね、まあ、ICBM もできるんだぞということで、まあ、世界的なアピールになったのかなということで、だからその技術が、ね、どん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 上,げ上がってくれば、ですねアメリカのワシントンに届いちゃうということですから、アメ,アメリカとしても、えー、早いうちに叩いておこうかというふうにきっと考えているわけなんですよね。 で、えーまあ、それが、あのー、ICBM ですね、まあ、これ、北朝鮮のミサイルでいうと火星14という、ね、ものになるんですけどね。じゃあね、なんで今回、ですね、北朝鮮はですね、グアムを標的としてるのかということですね。まあ、なんでグアムなのと、まあ、もちろん届くということがあるんでしょうね、アメリカの本土には、ね、なかなかちょっとまだ届きませんから、えーなあのーまあ、そういうのももちろんあるでしょうけどなぜグアムなのかと、結構意味合いがあるんですよ。 何かとというとですね、まあ、グアムを選んだ理由なんですけどアンダーセン空軍基地っていうのがですね、まあ、グアムにあるんですね、まあ、重要施設が集まっているということでこのアンダーセン空軍基地というのは何かなというと、まあ、結構、ですね、うん、まあ非常にもうアメリカの中では重要な空軍基地でありましてですね、まあ、例えば昔から結構有名なんですよ。 まあ日本の,、ね、あの第二次世界大戦の、まあ、1944年ぐらいですけども B29 でも日本,の、ねえー、日本がかなりやられましたけどもその B29 なんかもこのアンダーセン空軍基地から出てきておりますしあるいはベトナムですねベトナム戦争なんかもこうアンダーセン空軍基地からがっと、ね、あの飛行機が出ていってと戦闘機が出ていってということですから、まあ、本当にこのアメリカの中でもですね、まあ、このグアムというのは、まあ、その大切な、ね、基地の一つということなんですよね。 で、えー、このアンダーセン空軍基地ではです、ね、北朝鮮がとっても嫌うですね、戦略爆撃機、えー、B1 とか B52 とか、えー、それからステルスですね、スステルス戦略爆撃機 B2 が配備ということで、まあ、ステルスってこれ何かなというと、まあ、ステルスってね、レーダーに映、まあ、りにくいまあ構造になっているんですよね。ですからまあレーダーなんかでですね、これ探知してですね、あ戦闘機が来たぞということで、まあ、向かい撃つわけなんですけども、ステルスっていうのはもうレーダーを結構ね、探知しにくいようなそういったまあ構造になっています。 北朝鮮なんなんんか脅威でしょうね、まあ、それがあグアムのアンダーセン空軍基地にはあるんだと配備されてるんだとですからまあ北朝鮮にとってはそのね、えー、北朝鮮に侵略されちゃうとアメリカが侵略してくるぞというふうに北朝鮮は思ってるわけなんですけどもそれの発信基地これがアンダーセン空軍基地なんですよね。でですすからグアムにですねこのミサイルをうっ 軍をなすというのは、ですね俺たちだって力があるぞということを、まあ、見せつけるために、ね、も必要なことであるということなんでしょうかね、ですから、まあ、グアムに撃つということなんでしょうね、まあ、北朝鮮も、まあ、力を持っているということを示したいということで、まあ、グアムというのは、まあ、北朝鮮にとっての脅威ですから、まあ、そういった意味で、まあ、グアムを選んできているのかなというところもあるのかなというふうに思いますけどね。では、えー、次なんですけども、えー、グアムへ撃ったらですね、 えー、グアムへ打ったら日本の空を越えると、えー、日本の、えー、どこかに落ちたらどうなるのかということですね。まあ,あの領空侵犯っていう言葉があるんですけどね。まあ、領空侵犯にはならないんですよね。日本をまあ、日本の上空を越えてるわけなんですけども、あの超えてる。その。 時っていうのは超えてる空間っていうのは宇宙空間なんですよおそらくね、えー、宇宙空間になってますからだから宇宙空間って百あの正確な定義がないんですけども百キロを超えてるのがまあ宇宙空間っていうまあ正確な定義はないんですけどね百キロを超っていうような感じなんでしょうかねだからその北朝鮮のねまあ今回四発ですかミサイルを撃つわけなんですけども中距離弾道ミサイルを撃つわけなんですけども、まあ、宇宙空間を超えてますんでまあ領空侵犯にはあ、まあ当たらないということなんですけどもただねそのミサイルっていうのは結構いろんなものが落ちるんです。 ですから、その落ちてきて、まあ、日本に落ちるかもしれないと落ちたらどうするのかという問題が出てくるわけですよね、だからそれからまあ北朝鮮の技術が、まあ、世界最高峰の技術じゃありませんからひょっとしたら出発するかもしれないと、失敗したら日本に落ちてくるんじゃないかとどうするんだということですよね。ではそれをちょっと見ていきますけど 2、えー、段階の迎撃ということで、ね、ミサイル防衛、ミサイルディフェンス、MD っていうふうに言われたりするんですけども、2、まあ、段階でですね迎撃する準備があるんだということですね。 でえー、まず一つ目なんですけども、まあ、日本にうあの,、えー、日本の空を越えるわけなんですけども、まあ、日本に落ちたらどうなるのかなということなん,なんですがまず一つ目の、ね、迎撃なんですけど SM3 SM というふうに言いましてね、まあ、スタンダードミサイルというのがこれあるんですけどもこれ,でこれで迎撃するんだと。 でこれはイージス艦というのがあるんですよ、イージスシステムを積んだその戦艦、軍艦のことをねイージス艦というふうに言うんですけども、イージス艦からね発射すると、このね SM3、スタンダードミサイルをですねこれで迎撃するんだと、ですからまあ日本にですね,ね日本になんか落ちてくるということであれば、あるいはそのミサイルがですね失敗して日本に落ちてくるというのであれば、そのイージス艦,艦がもうそれ探知して、ですね落ちる位置なんかを計算して、ですねそれでイージス艦からスタンダードミサイルが出て、それでぶっ放すということなんですよね。まあ日本は まあそのイージス艦ね、まあ、非常に高価、高額なものですよ、イージス艦って、まあ、1000兆はしないですけど、えー、ごめんな1000億はしないですけども、1000兆ってったら GDP の2倍ですから、そんな絶対ありえないですけど、すみません、えーえー、1000億ですね、えーまあ、900億円ぐらいですかね、そのイージス艦ってやっぱり高いんですよ、為替レートなんかにももちろん影響しますから、非常に、まあ、高いんですけども、まあ、1000億円ぐらいしますからね、それをまあ日本はですね、まあたごと混合ということで、6隻持ってるわけなんですけど、これ全部じゃないですけども、あたごとコンゴまあ6隻持っててですね、 これ全部じゃないですけど、配備してます、あのその日本海、ねまあ北朝鮮が撃ってくるということですから、まあ、その近辺、日本海のその辺りにです、ねまあ、配備してです、ね、ですで何かがあったときに、イージス艦からあスタンダードミサイル、S、SM3 ですか、それを発射して、ですね日本に落ちないように迎撃すると、まあ、いうことをまあ今、準備しているということですけどね。 えー、それから、ですねじゃあこの SM3 がねあ,あのー、迎撃失敗したらどうなるのかというとまあ、2つ目ということですねまあ、SM3 もね非常に精度が高くてですねまあ、大体90%ぐらいね、えー、当てると迎撃するということを言われてますんでまお、あ、そらく大丈夫かなということなんですけどもただね、やっぱそうは言っても90%ですから10回に1回外れるということですからじゃあ外したらどうなるのということなんですけども。 2、えー、段階ということでパック3ですねパトリオットミサイルというのがあるんですけども PAC3 を、えー、ぶっ放すとそれで迎撃するんだと、まあ、島根広島愛媛高知こういったところの頭を越えますんで、まあ、従って島根広島愛媛高知に、まあ、このパトリオットミサイルですねパック3ですね今もう配備してますね。 まあ新聞なんかでもね、えー、もう配備しましたみたいなことでねパック3配備してそれでまあなんか落ちてきたらね、えー、それで迎撃するということなんですけどね。じゃあね、迎撃あちなみにこのパック3も大体いい9割ぐらいというふうに言われてますね、迎撃90%ぐらいで成功するというふうに言ってますからで、えー、じゃあね、迎撃したと。で もしねその北朝鮮のミサイルにまあ、おそらく今回ないでしょうけども核弾頭を積んでるだとかあるいはサリンなんかの化学兵器積んでるだとかしたら迎撃したらですねやばいことになっちゃうんじゃないのということですねこれどうなるのかということですね、まあ、それはちょっと気になりませんかね、えー、迎撃、まあ、9割の確率でそれぞれ9割の確率で、まあ、迎撃成功するということなんですけどもそこの、えー、ミサイルにね、えー、核弾頭を積んでたらそれバーンとなってどうなるのと。 あるいはそのミサイルに最近兵器サリンなんかを積んで,てです、ね、バーンとやったらそれサリン飛び散るんじゃないかとどうなるのということなんですけども、まあ、こんな回答がされてるんですよね。 まあ迎撃でですね、起爆装置が機能喪失するんでまあ核弾頭の場合大丈夫でしょうとそれからまあサリンなんかの化学兵器であったとしてもその破壊の熱でおそらく無力化するでしょうということでまあ大丈夫なんじゃないでしょうかというような説明なんかがね、されてるんですけどもえーまあそんなに心配する必要ないですよというふうに言われてはいます。じゃあね、 え次に、えーグ,アムのねえー、グアムへのミサイル発射と金融市場の影響ということですね、どんな影響が出てくるのかなというところをちょっとお話ししようかなというふうに思いますね、まあ、かなりの影響が、ね、出てくるのかなというふうに思ってるんですけどね。 えー、まず投資家リスク回避ということでやっぱり投資家の方々っていうのはねリスクを嫌いますから非常に自分のね大切な命の次に大切な、まあ、お金をですね、まあ、投じてるというのが投資家の方々ですよねですから、うん、まあ損したくないということですからなんかこうリスクが高まったらですね損したくないから、まあ、リスクを回避するという動きが出てくるとじゃあ例えばどうなのかっていうと。 えー、こんなな風になりますね株安円高金高、ね、金なんかも値段上がるかなと、まあ、有事の時の円という言葉は私先ほど申し上げましたけど何かあった時にですねやっぱり買われるのが円なんですよ何かあったらやっぱり円が買われますよ安全資産ということでねやっぱりあの日本というのは、うんまあ、やっぱり稼ぐ力がいま、えー、だに高いというふうに思われてますから、まあ、確かにねもう日本経済将来はあんまり明るくないですよ、えー、少子高齢化が進んでですね2050年には1億円,1億円 特に切っちゃうっていうふうに言われておりましてですねまあなかなか日本経済将来はあんまり明るくないのかなというふうに思ってるんですけどもしかしながらやっぱりねあの gdp 500兆、えー、あってですねやっぱりうん強い企業も多いということで、えー、まだまだ安全な国というふうにまあ世界の方々はインプットをされていると世界の方々はインプットしているわけですからまあなんかあったら円買っとこうかという動きがあるんですよねで円以外の通貨で言いますとねやっぱりス,スイスフランでしょうねスイスなんかもね非常に 強いい企業が多いんで、まあ、やっぱりスイスも経常、うんまあ、収支黒字国ということで稼ぐ力あるねということでスイスなんかもやっぱりあの通貨スイスフランって言うんですけどね買われるかなとだから円とかスイスフランというのはおそらく、まあ、北朝鮮が、えー、ミサイルを撃ってきたらあこれはもうかあの買われるでしょうねそして、まあ、例えば、えー、グアム近辺に落ちるということなんですけども、えー、これがね例えば あの12かい離とかそういったねグアムの12かい離のところに落ちちゃったとか部品が落ちちゃったとかってらったら、ね、もうこれはまたすごいねあの、えーえーまあ、リスクが高まったとっいうことになりますからそういうね、まあ、非常事態って言うんですかあそういった事態になったらですね本当に円がすごく買われるとそしてスイスフランがすごく買われるということで円で言うとねひょっとしたら100円切っちゃうかもしれないですね。今110円円ぐららいいとととうこでですけどもひょっとした切るまでは 行かないかも分かりませんけどもそれぐらいの勢いでねガーッと円高が進んでいくのかなというふうに思いますけどねやっぱりあとね金っていうのはねあの実物資産ですからねあの実物の資産に裏付けされてる価値を持ってるということで。 えまあそういった意味では、ねえー、まあ金なんかもやっぱりこう、うん、有事の時の金というふうに言いまして、ね、だからティーラーソンさんと、ね、あのそれからマティスさんがあの連名で、ねえー、出しましたけどもウォール・ストリート・ジャーナルにねであのあとなんかはやっぱり金の値段とかねやっぱり円とか、まあ、値段下がりますよね、えー、だ,だからまあ対話の道を示すということでいやじゃあひょっとしたら大丈夫なんじゃないのということでリスクの高まりがちょっと、えーえー、落ち着いてくると。リスクの高まりが リスクがちょっと小さくなってくるとです、ね、やっぱり円安、金の値段が下がる、えー、そういった動きになるのかなとだからリスクですよ、やっぱ見なければいけないのはね投資家の方々が見なければいけないのはリスクなのかなというふうに思いますけども、まあ、だから、まあ、んリスクが高まると株売っとこうかとそして安全資産である円、金買っとこうかということで株安、円高、金高そういった流れになるのかなというふうに思いますけどね。 で、えーまあ、一方で、まあ、円高っていうのはね、ねこれは非常に日本経済にとっては困るということですよね、えーまあ、例えば自動車、電気、これ、業績悪化しちゃうと、さらなる株安につながるのかなというふうに思いますね。 まあ日本なんかはですね、うんまあ、自動車なんかは本当に海外で結構活躍しておりますし電気なんかもそうですし、まあ、日本というのはその海外で売上高比率が高い企業というのはいっぱいあるんですよね自動車電気以外にもですね、まあ、例えば TDK だとか電子部品の大手ですけどね TDK とかあとそうですね、えー、マブチモータ、えー、それからヤマハ発動機それから村田製作所あの辺なんかは、ね、売上高比率で90超えてますよ外国でねですから、まあそういった意味で言います。とですね、うん まあやっぱり外国で非常に稼いでいるという企業が日本には多いわけですからそういった意味で、ね、円高というのはどうしても、まあ、悪影響が大きいかなという,ふうに思いますけどねで円高による悪影響が出てくると業績が悪化しますので業績が悪化すると業績が悪化した企業の株なんて持ちたくないということでそういった企業の株が売られますからさらなる株安を招くということで非常にまあ深刻な事態これが出てくる可能性があるということですよね。で えー、ただしということです、防衛関連のですね、まあ、株は上がるかなということで、すね、まあ、実際ね、ちょっとねかあの株価あ見てみますと、ですね上がってるんですよ。 あのーまあ、この間の、ね、8月8日、あるいは10日、まあ、そういった北朝鮮リスクが高まったというお話を先ほどさせていただきましたけど、その時のの、ね、日経平均株価とか、金融市場、ねえー、東証だとか、あるいはアメリカのマーケットを見てみますとです、ね、ニューヨークのマーケットを見てみますと、やっぱりね、防衛関連、結構上がってたりするんですよね。 ですので、す、ま、の、あ、こういった、ね、リスクが高まってくると、まあ、要は衝突、まあ、戦争にまではいかないでしょうけども、まあ、そういった戦争になるかもしれないというリスクが高まってきますとですね、どうしても、えー、軍需産業、軍事関連の、ねえー、そういった、うんまあ、株価というのは上がってきますよね防衛関連の株というのは上がってくるでしょうと。 例えば日本でいうとね、石川製作所、えー、それから細谷加工、えー、それから日本アビオニクスですね、まあ、こんなところなんかはやっぱりこう値段上がってましたよ、この間ね。まあ、石川製作所っていうのはね、印刷機なんかを作ってるんですけども、嫌いっていうふうに言いましてね、まあ、嫌いっていうのは、まあ、なんかこう触れちゃったら爆発するっていうのが嫌いですけども、えー、機械の木にね、雷って書いて、嫌いですけどね、まあ、嫌いなんか作ってるんですよ、ですからまあ,あ、一部上場企業ですけどね、だ石川製作所なんかは結構値段が上がったりもしてますけども、だけど、そのティラーソン さんとね、えー、マッチさんのその。 対話の道もあるっていうねそういった連盟で署名したということですけどその後やっぱりね戻って下がっちゃうということですよねだからこうリスクが高まると上がってくるけど、えー、北朝鮮がミサイルを発射しなかったら下がる可能性の方が高いかなとうう思いますけどねだからその辺はちょっとね、あのーえー、リスクが高まってくるとお上がる株というふうに認識していただければと思いますねで補正確保ですけども、えー、こ,こちら発煙筒とか作っているということですよね、まあ、自衛隊向けですよね。 で、日本アビオニクスはシステムの会社なんですけど、ね、防衛庁にまあシステムを売ってるということですね、それからまあ世界で見ますとね、まあ、アメリカのロッキード・マーチン、それからレイセオンですね、まあ、ロッキード・マーチンというのは、ですね、もうとにかくもう軍需産業としてはもう世界ナンバーワン。 これがロッキードマーティンですよね。で、ロッキードマーティンといえばやっぱり戦闘機で有名で、まあ、やっぱりステルスですよね。ステルス戦闘機、まあ、先ほども申し上げましたけども、まあ、レーダーなんかにタッチされにくいね、そういった戦闘機、これがステルス戦闘機というふうに言いますけど、まあ、んそれを作るということで非常に有名かなと。で、日本で言いますとね、パック3ですね。パック3、伊東中の仲介のもとに買ってますよ、あのロッキードマーティンからね。 でそれからレイセオンですね。レイセオンといえばですね、あのミサイルでも弾ツですね、レイセオンはね、まあ、トマホークミサイルっていうふうに言いましてね、ね、まあ。戦闘ミサイルですよ、ね、あの先ほど、まあ、迎撃ミサイル例えばパ,パトリオットミサイルっていう、まあ、迎撃するミサイルの話を言いましたけども戦闘ミサイルっていうのがある攻撃するミサイルっていうのがありましてね。 えー、実際、攻撃していく際のミサイルというのもあるわけですよ、まあ、それ、トマホークミサイルとかっていうふうにも言ったりするんですけども、まあ、トマホークなんかも、えー、この、ね、レイセオンという会社は作ってるということで、もうミサイルでダントツということなんですけども、まあ、この会社の株なんかも、もしリスクが高まるとですね値段上がってくるということですね、まあ、実際問題、アメリカの、ね、9日ですね、マーケット見てみますとね、9日でロッキード・マーティンが、ね、確か3%上がってますしあ、ごめんなさい、ロッキード・マーティンが2%ですね。 えっとロッキード・マーティンが2%で、冷戦音のほうが3%ね,あの10日日ね、9日、ですね値段が上がってましたよ。ですからやっぱりこう、リスクが高まってくると、戦争のリスク、えー、衝突リスク、これが高まってくると、えー、ロッキード・マーティンであるだとか、冷戦音であるだとか、まあ、そういったところの株は上がってくるかなということで、まあ、そういったところも、まあ、投資家の方であれば、注目してほしいところかなというふうに思いますけどね。何、まあ、何ももななないいいのが本本当当にに一番なんですすけども本当に何をするかかわらない、まあ、そういった あ国だったりもするかもしれませんので、まあ、本当に、まあ、いろんな、ねえー、ことを想定する必要があるのかなというふうに思いますし、やっぱりトランプさん自体も先ほど申し上げましたように、リスクですからね、あの方、何をするか分からないと、まあ、こういったとき、クリントンさんだったらね、まっとうなあ、そういったあ対応をするでしょうけれども、トランプさんだったらね、ちょっとどうなるのかなというところがありますので、まあそ、そういったところもやっぱり注目点になるのかなというふうに思いますけどね。まあ、本当に何ももなないことを祈るばかりなんですけども 実際に日本も関わってくるわけですからね、まあ、広島とかそういったところ頭上を飛んでると、いくら宇宙空間といってもあ、彼ら失敗するかもしれませんからね、まあ、日本にも火の粉が、ね、飛び散るという可能性は往々にしてありますから、はっきり言ってまあ他人事ではないということですから、まあ、何もないことを祈るということなんですけれども、まあ、日本はまあそういった、ね、防衛システムう持ってますから、な、ま、ん、あ、とかやってくれるのかなというところも期待するばかりということなんですけれども、まあ、本当にね、えーまあ、何もないことを祈るばかりかなというふうに思うんですけれども、 まあこんな感じでね世界経済が動いていくのかなとまいう予想ですね私の方でお話しさせていただきましたはいそんな感じでですねまあ、北朝鮮リスクとで、ね、金融市場というふうに対しましてですねまあ、今後のね動きなんかを私の方で予想させていただきましたそれではですね本日の講義ですね以上とさせていただきますどうも皆さんお疲れ様でした。